今回はですね、もう最高にね、美味しい至高の味噌豚です。よくね、あの味噌つけた焼き物っていうと西京焼きとかがあると思うんですけど、まああれは西京味噌を使うんですけども、今回はね、市販の普通のお味噌を使ってですね、豚を味噌漬けにして香ばしく焼き上げたステーキみたいな感じですね。味噌ステーキみたいな感じです。これをですね、作っていきます。リュウジのバズレシピ。はい、それではですね、材料説明いきたいと思います。まずね、豚ロース肉、今回ね、3枚分やります。で、1枚がだいたいね、120g ぐらいのものなんですけども、こちらを、3枚使います。これですね、調味料3分の1量にすれば1枚からでもできます。で、あと、まあ添え物で貝割れ、まあこれ別になくても大丈夫です。調味料の方いきましょうか。今回ね、味噌ですね、大さじ3だから1枚ですけど大さじ1使います。味噌ダレにお砂糖大さじ1、みりん大さじ1、お酒大さじ1、そして今回はニンニク味噌になりますんで、ニンニクを使います。ごま油、まあこれね、適量ですね。七味唐辛子、そしてですね、味付けにこれ欠かせないのがですね、この味バナちゃんですね、味の素です。これは必ず入れてください。あの味に深みが出ます。じゃあ以上の食材でやっていきたいと思います。はい、それではですね、やっていきたいと思います。まずですね、お肉なんですけども、まあこのままでもまあできなくはないんですけども、筋切りしてあげた方がいいので筋切っていきましょう。で、筋切りなんですけども、まあ大体ね、こういうあの脂身と赤身の間にですね、筋がありますんで、こんな感じでちょんちょんちょんと切ってってください。こうすると肉の反り返りが少なくなってですね、お肉がね、柔らかくなります。この筋に引っ張られないんでね。で、両面、やってあげてください。可能だったらね、ペティよりこれね、三徳包丁のが、ちょっと三徳包丁にしようか。こっちの方が刃がね、大きいのでね、よく断ち切れますんで、決して切らないようにしてください。で、これを3枚全部やっていきます。この使うお肉なんですけども、肩ロースが一番美味しいですね。こういうところね、白いね、油と筋が入ってるものの方が美味しいです。これステーキにすればいいですね。こういうね、ちょっとね、筋が入った、脂身の入ったね、この肩ロースを使っていただくと非常に美味しいお肉になります。今日なんか真面目だな俺。じゃあこんな感じですね。味噌ダレを作っていきます。まずお味噌大さじ3でね、もうね、調味料ね、全部入れていく。あ、ごま油以外ね、ごま油以外のを全部入れていく。で、ニンニクも毎回言ってるんですけども、これね、生の方が美味しいです。あのチューブでもあの代用可能です。ただですね、生に勝てない。生のニンニクとチューブのニンニク、どう違うんですか、どれぐらい違うんですかってよく言われることがあるんですけども、すごく分かりやすいのが、いちごといちご味ぐらい違います。で、ここにですね、今回の決め手となる味の素です。はい、これをだいたい3振りしていきます。味の素が加わることによって、味噌、まあ、かなり塩分が多いんですけど、お味噌ってこのね、角が取れて非常にですね、まろやかな味噌になるんですね。で、旨味を追加されて非常に美味しい味噌豚になります。で、これはよく溶いてあげてください。はい、この味噌だれまじうまいですからね。これね、今回豚でやってますけど、お魚とかでもめっちゃ美味しいです。鶏肉とかでも美味しい。この味噌につけとけば大体のも美味しくなるんで、このタレ覚えといてください。バットでも皿でも大丈夫。あと、もしなかったらでっかいボウルでもいいです。とにかくね、全部が浸る、感じになればいい。こうやって並べていただいて、で、豚肉はね、あの味噌の味が強いので下味いらないです。これ、まあ、こんな感じで敷き詰めていただいたら、お味噌ね、スプーン1杯ぐらいずつを塗って、そしたらこう広げてあげてください。全体にこうまぶさるようにね。あ、もうね、めっちゃいい匂いするね。で、片方が塗られたらひっくり返してあげて、で、両面まんべんなく塗りたくってやりましょう。もしね、辛いのがお好きな方は、ここに味噌をね、ちょっと減らして豆板醤を入れたりしてあげても美味しい辛味噌豚になりますんでね。で、全体的に表面に味噌が行き渡りましたね、これね。で、こうしたらですね、常温で1時間ほど寝かしてください。まあ30分ぐらいでも全然食べれるんですけども、豚の身の中に一番味が入るのが大体1時間ぐらい。夏場とかは、ちょっと涼しめのところに避難させてください。なんで常温にしなければいけないかっていうと、焼く時にお肉の中心温度が常温になってた方が美味しいので、だから1時間冷蔵庫で冷やして、それから常温にして焼いても大丈夫です。こんな感じで、置いておきます。はい、ではですね、1時間経ちまして、豚肉も僕もいい感じになってきましたということでですね、焼いていきたいと思います。で、焼くのはできればテフロンの効いたテフロンパン。味噌って焦げやすいんですよ、やっぱり。なのでですね、テフロンパン使ってあげてください。まあ、なければ他のフライパンでもいいんですけども、焦げにはご注意を。まずごま油引いちゃいます。大体ね、小さじ2から大さじ1ぐらいのごま油で、ごま油を引いたらフライパン温めましょう。そしてこのフォースを感じてください。フォース
コースを感じて、あ、フライパン温まってきたなと思ったら、先ほど情熱つけました豚をですね、できればですね、この余ったタレも一緒に拭って、焼いてください。あ、いいですね。タレ余りましたんで追いだれいきます。焼くときはですね、味噌が焦げやすいので弱めの中火、これはね厳守してください。で、じっくり焼いていきます。これをね、ちょっとね強火とかで焼いてしまうとすぐ焦げちゃう。今回ね、じっくり焼いていきましょう。弱火だと火力が足りないんで弱めの中火です。フライパンっていうのはやっぱ中心部が熱く、火が当たってるところが熱くなってくるよ。ちょっとね、お肉もね動かしてあげましょう。中心部の方が焦げるようになってるんでね、こんな感じ。わかるかね、この上にね、肉汁がちょっと出てくるんですよ。上に肉汁が出てくる。ほら、わかります？ここら辺。肉汁が出てきた豚肉をひっくり返すとどうなるかっていうと、こんないい色に焼けるんですよ。ほらほら。どうですか？これが味噌焼きですよ。そして漬け込んだ味噌もちゃんとじっくり炒めてこの肉に吸わせる。まず表面にこれぐらいいい焼き色をつけてください。で、あとは火の通りをバッチリやれば OK。でですね、ひっくり返したら、もう、2、3分で大丈夫です。あんまり火が入りすぎても、肉って硬くなってしまうんで、パタンと。はい。あと、まあ、ナイフフォークで食べてもいいんですけども、今回ちょっと切りましょうか。お肉切るときは、そぎ切りです。切ってくる。はい。こいつを、ここに乗せていきます。あ、こんな感じですかね。で、僕なんかは、辛味が好きなので、ここで七味唐辛子パラパラっとかけてあげると、これはどうですか皆さん。はい、それではですね、こちら至高の味噌漬け豚完成です。はい、それではですね、できましたので、いただきたいと思います。いただきます。いやいや、これ絶対うまいでしょ。これそれではいい感じに焼けた味噌豚、いただきたいと思います。これはね、めちゃめちゃうまいで、僕が至高って言って出した意味がわかります。これはお肉の焼き具合はパーフェクトですね。味噌だれのうまさよ、これ。これ味噌だけだとやっぱりかなりしょっぱくなっちゃうんですけども、お砂糖とお酒とみりんのうまみがですね、これ効いてるので非常にですね、お肉に合う。そしてごま油の香りとですね、七味唐辛子のスパイシーさ、そして何よりもね、これ効いてるのが味のことですよ。この旨味を吸ったね、豚肉がまあうまい。これはね、ご飯泥棒ですよ。これは添え物のかいわりとの相性もバッチリですよ。やっぱね、味噌と味の素の相性は最強。本当はこれ皆さん覚えておいてください。今日ね、また僕確信しましたけど、このね、漬けだれは、ね、何にでも合います。野菜につけて焼いてもめっちゃうまいと思う。味の深みよ、至高なだけあるな。完食しちゃった。俺多分このチャンネルで完食したこと 2,3 回しかないよ。動画内で。うまい、これ。俺大好きですね、これね。このニンニク味噌だれが本当にいい塩梅で、すごくね、味に深みがあって、これ多分どんなものでも美味しくする魔法のタレだと思ってます。これぜひね、いろんなものを漬け込んでいただいて、いろんなものに入っていただいてですね、僕と一緒に優勝しましょう。と幸せだこれ。やっぱね、味噌と味の素の相性は最強。うん、本当はこれ皆さん覚えておいてください。味噌と味の素の相性は最強。